大バイカルトレールの一部大バイカルトレールは、ロシア共和国の非営利環境団体で、バイカル湖周辺で、ボランティア活動を展開している。大バイカルトレールは1998年から、始まったロシア共和国の非営利環境団体で、エコツーリズム、ボランティア活動、生態教育の開発を推進している。イルクーツクに本拠を置き、バイカル湖周辺に、 ハイキング用トレールの建設に取り組んでいる。2003年から2012年の終わりまでの過去10年間に180以上の国際プロジェクトを実施し、ロシア及び世界からの4500人以上のボランティアがイルクーツク州とブリアート共和国のトレールを改良してきた。次のようなトレールが利用できる。バイカル湖西岸でリストブヤンカから添いバイカル国立公園を通って、 ボリシエこと今までの 22km が完成していて、バイカル湖沿岸からバイカル山脈の高度 404m を通るもの。バイカル湖南部でハマルダバン山脈のバイカル自然保護区を通る 12km が完成している。ありがとうございます。